E 号戦車、E 号戦車、2号戦車、パンズナーキャンプフワガン E は、ナチスドイツで作られた、K 戦車である。AC 型、AC 型、F 型に至る標準型と、砲塔は共通だが車体は全く別設計の D、E 型、さらに、コンセプト上の発展型で、これも別設計の G 型以降の、各タイプがある。標準型 E 合戦車は、 愛号戦車ではできない方を扱うための訓練及び、戦車生産技術の習得用に開発された、軽戦車であり、マン社及びダイムラー・ベンツ社、ヘンシェル社、ベクマン社、アルケット社、フェイモ社、イモ社マイアム社によって生産された。主力戦車である E5、4号の数が揃うまでのつなぎとして、非力な愛号に代わって、ある程度の実戦能力を付与されたものである。 試作型は1935年に完成し、1936年から増加試作型が数十両作られ、翌年から A 型が本格的に量産に入った。本社も愛号戦車同様に農業用、トラクター、ドク、ランドワースチャルファトリッカーシュレパー、略号、ラスの名目で開発されている。愛号戦車の武装が 7.92mm 機関銃 m g 1 3 であるのに対し、E 合戦車はに強化されている。A、B 型では小天輪を2輪ずつ、リーフ式、サスペンションボギーで支え、さらにそのボギー軸をガーダービームでつないだ形式であったが、C 型では天輪1つごとに独立して、リーフスプリング付きアームで支える形式となり、これが以降の型の標準となった。後にはこのシャーシを用いて様々な実装法が作られた。 再軍備に向けた最初の量産型戦車として1934年に生産が開始された I 号戦車だったが、これは本格的戦車開発のための収作的意味合いが強く訓練用として使うにも小型すぎた。また、これに続くべき本格的戦車である e 号戦車、4号戦車は、なお開発に手間取ることが予測されたため、その間をつなぐ。 愛号戦車よりも若干大きく武装も強力な軽戦車の開発が計画された。開発命令はアイゴーの生産が始まって間もなく1934年7月にクルップ、マン、ヘンシェルの3社に下されたが、その仕様は戦闘重量は当初、出す愛号戦車の開発名称に出されたものの倍の10トン、武装は 全周回転砲向に2 0ト、mm、ル機関砲と7 9 2ト、mm、ル機銃を同軸に搭載するというものであった。主武装として選ばれたのは、この年に生産が開始された、新鋭の2トルフラック30機関砲の車載型であった。三車案の比較検討の結果、満車のものが採用され、ラス100、農業用、トラクター100型の一区名称の下とで、25両の 先行量産型の製作が命じられた。シャーシの生産と最終組み立ては、開発会社のマンが行う一方、上部構造物は、愛号同様、ダイムラー・ベンツが担当した。1935年10月に、南航製の試作車が完成、続いて、当初発注分の25両の A1 型、続いて、同数の A2 型、50両の A3 型が作られた。 実用化を急いだ引き換えに、これら初期の方は小刻みな回収を重ねながらの生産となった。1937年2月からは走行を強化した B 型が25両生産された。A 各型には、マイバッハ HL57TR130 馬力エンジンが搭載されていたが、B 型では走行増圧による重量増に対応し、マイバッハ HL62TR 140馬力に強化された。続く C 型25両生産は、車体形状は以前の型を引き継いでいるものの、足回りが一新された。これは、比較的外直径の天輪をそれぞれリーフスプリングで独立喧嘩するもので、これが以降の型の標準となった。この C 型を経て、E 合線車はようやく本格的量産に入り、略動系の A、B、 C 型が1937年7月から1940年4月にかけて計1088両生産された。この生産途中である1938年10月25日 E 号戦車 2cm 特殊車両番号121パンズナーキャンプフワガン E2cmSDKFZ121 の正式名称が与えられた。 E5 戦車はまず、スペイン内戦で I5 戦車と共にテスト運用された。本格的な主力戦車である E5 戦車、4号戦車の生産が間に合わず、第二次世界大戦開始時のポーランド侵攻から主力として実投入された。初期の電撃戦では、その警戒性と機動力が大いに発揮され、その戦闘能力も当時においては有効だった。 電撃戦の海の親とも言われているハインツグデイリアンは後に、まさか、これら訓練用戦車で対戦に突入するとは、思ってもみなかった。と語っているが、一方では、榴弾も使用できる 20mm 機関砲は、不評の最大の敵である重機関重視を攻撃するのに最適であり、被弾面積の小ささと単価の安さもあって、参謀本部の中にはこの戦車を力とするよう、 権限した者も,もいた。また手法はもともと渋滞戦車ライフルから発展した、後射機関砲であるために所属が高く、その鉄鋼弾は、相手が軽装甲であれば十分な威力を発揮できた。しかし、対戦車攻撃力を重視するルートビヒベックの反対もあり、結局当初の予定通り EE 航、e、戦車を主力とする方針が貫かれた。実際に、ポーランド戦後 EE 航、 4号の生産がある、程度軌道に乗り始めると、E 号戦車は偵察、連絡を主任務にするよう格下げされた。しかし、その後もしばらくは、数量的にはなお、ドイツ軍戦車部隊の主力車両であった。また、B 型以降若干強化されたとはいえ走行は、なお薄く、ポーランド戦では、対戦車火器を備えた敵軍を相手にした場合、大きな損害を被ることがあった。 そのため1940年5月以降、CAC 型の車体前面、砲塔前面に 15mm または 20mm の増加装甲を取り付ける改修が行われた。また、フランス戦後の1940年10月には、砲塔上面の大きな角形ハッチに変えて、全周にペリスコープを備えたコマンダーキューポラが導入され、その改修キットが配布された。 その後も、バルカン戦線、北アフリカ戦線、独ソ戦と E5 はすでに非力となりながらも戦い続けた。1941年3月からは、標準型 e 応戦車の最終型となる F 型の生産が開始された。F 型は C 型までと比べ、基本走行が全体的に増圧されており、車体全端は平面の組み合わせとなり、戦闘室前面も 車体幅いっぱいの一枚板となった。また、砲塔には最初からキューポラが装着されていた。本来は C 型に引き続き生産されるべきものだったが、これら解説系に手間取ったため、生産開始までに約一年の遅れが生じることになった。この頃にはすでに戦車としての価値はほぼ失われつつあったが、一方でドイツは、 走行手段の大幅な拡張を始めており、その充足用に生産されたのである。生産は、フェイモ社一社のみで行われ、1942年12月までに524両が作られた。標準型 E5 戦車の生産はこれをもって終了したが、車題はその後も、派生型である自走法用に引き続き生産された。1938年始め、兵器局は、 新編の軽死団向けに、偵察用高速戦車、シュナルコンプファガン、一匿名称ラス138、農業用、トラクター138型の開発を、ライムラーベンツ社に命じた。これは、従来機兵部隊が担ってきた、強行偵察、追撃の任に当たるための快速の軽戦車で、標準型の E 号戦車の時速 40km の、 最高時速では不足と考えられたためである。この新型軽戦車は、砲塔とエンジンは標準型 E5 戦車と共通だったが、車体は新設計で、そのレイアウトは同じくダイムラー・ベンツが開発した E5 戦車に似ていた。足回りは大型の複列式天輪が片側4つで、上部天輪はなく、ドイツ戦車としては初めて、 トーションバーサスペンションとマイバッハブ EG102128 プリセレクト式変速機を採用 F&SPF220 軽観式タバンクラッチと組み合わせていた。車体全面走行は同時期の標準型 E5000 車より厚く 30mm となっていた。そのため車重も10トンと若干重かったが高速走行に適した駆動系足回りで 最高速度は時速 55km に達した。生産は満車で行われ、1938年5月から1939年8月に、かけ、全43両が作られた。その後、この戦車には、標準型とは別設計であるにもかかわらず、E5 戦車、D、E 型、特殊車両番号121、パンズナーキャンプファーガン E オースフリー、E、 SDKFZ121 の正式名称が与えられた。D 型は一般的なシングルピン型間式り体を履いていたが後期に生産された E 型はドイツのハーフトラック系列に似た形状の湿式り体で、ただし試作車両を除き設置面にゴムパッドは付かない。これに伴い軌道輪、誘導輪の資料により天輪も形状が変化していた。D、E 型は 生産数も残された資料も少ないが、特に失色り体を持つ E 型の写真等は少ない。その後、火炎放射線車、自走砲用に車台が追加生産されたが、これらは、ほぼ D 型仕様の足回りを持っていた。高速の偵察用車両として開発された D、E 型だったが、確かに、路上最高速度は標準型を上回ったものの、不正地走行性能が期待を裏切り、 少数のみで生産は打ち切られた。生産者は一個大体を充足する数で、計画通り軽士団に配属されて1939年のポーランド戦に投入されたが、1940年には部隊から引き上げられ、火炎放射戦車に改装された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。